グスタフ・レーデルは第二次世界大戦時のドイツ空軍のエースパイロットである。98機の戦火は1機を除いて全て西側の連合国軍を相手にした980回の戦闘でメッサー・シミット BF-109 に登場して記録されたものである。グスタフ・レーデルは1915年10月24日にザックセン州のメルゼブルクで生まれた。百三十六年に 主艦候補生として、ドイツ空軍に入隊し、戦闘機パイロットとしての訓練を受けた。レーデルは、コンドル軍団の第88戦闘団に所属して、スペイン内戦に参加し、スペインでの功績により、ツケ・スペイン十字章道章を授与された。1939年7月15日に、レーデル中尉は、第21戦闘航空団に転属し、第2中隊に配属された。 第二次世界大戦開戦初日の9月1日のポーランド侵攻作戦でレーデルはワルシャワ近郊でポーランド空軍の PZLP-24 戦闘機を撃墜し初の戦果を記録した。9月7日の地上操車任務中に不時着を余儀なくされたが、なんとか機体を遊軍前線付近まで持ちこたえさせ捕虜になるのを免れて翌日には部隊に帰還した。 1939年11月24日に第27戦闘航空団の航空団本部飛行隊に転属するとレーデルはフランス侵攻作戦でさらに3機を撃墜した。1940年5月12日にレーデルはアドルフ・ガーランドの両機を務め、この飛行でガーランドはホーカーハリケーン機を撃墜して初の戦果を挙げた。この戦闘はリエージュの西で行われた。 同じ日に、レーデル自身も T 年均衡でハリケーン機を撃墜し、6月8日にも短期での迎撃任務中にイギリス海峡上空でブリストルブレニム機を撃墜した。1940年7月にレーデルは JG27 第4飛行中隊へ移動となり、その飛行中隊長に任命された。9月の末までに14機を撃墜し、その大部分は、 バトルオブブリテンでの戦果であった。レーデルの所属する JG27 第2飛行隊はバルカン戦線に参加し、レーデルは1941年4月15日にギリシャ空軍の戦闘機3機と4月20日に英空軍のハリケーン機3機の都合6機をギリシャ上空で撃墜した。バルカン半島での作戦後にレーデルと JG27 第4飛行中隊は ロシア侵攻へ参加し、レーデルは1941年6月25日に21機目の戦果としてソ連軍のツポレ FSB-3 総発爆撃機を撃墜した。その後まもなく JG27 第4飛行中隊は北アフリカ戦線へ転戦した。1941年12月4日にレーデルはビア・エルゴビ近郊で30機目として、 南アフリカのカーチス P-40 機を撃墜し、1942年5月20日には JG27 第2飛行隊の飛行隊長に任命された。5月23日にラスエル近郊で40機目となる P-40 機を、7月21日には48機目から51機目となる4機のハリケーン機を撃墜した。レーデルは10月9日に、 エルアラメイン地域で3機のベル P-39 機を撃墜したと申告したが、これは見誤りであり、戦火のすべてはおそらく A 空軍の P-40 機であった。10月24日には、A 空軍の3機の P-40 戦闘機を含む15機を、27日にも3機を撃墜した。11月1日にレーデルは、北アフリカでの最後の戦火となる73機目の、 撃墜を記録した。1943年4月22日にレーデルは JG27 の戦闘航空団司令に任命された。5月は引き続きシシリー島やギリシャ上空での戦闘に参加し、5月22日には3機を撃墜して、総撃墜数を78機とした。この行によりレーデル少佐は7月20日に騎士鉄十字章を授与された。 レーデルの撃墜記録は10月4日に80機、10月10日には83機となった。ドイツに戻り本土防衛任務に就くようになると、レーデルの記録はアメリカ陸軍航空軍の4発爆撃機を含む合計93機に達した。1944年6月にレーデルは JG27 を率いて連合国軍の大陸侵攻に退治することになり、 6月29日に95機目から97機目となる祖父の3機の P-47 サンダーボルト機を撃墜し、7月5日には最後の戦果となる98機目の祖父の P-38 ライトニング機をアングロー近郊で撃墜した。12月にレーデルはボーデンプラッテ作戦の立案に携わり、1945年1月初めから第二戦闘機師団の参謀となり、 2月1日から戦争が終結するまで同志団の指揮官を務めた。この地位にいる間に戦闘機パイロットの反乱として知られる国家元帥のヘルマン・ゲーリングとの会合にも同席した。1957年にレーデルはドイツ連邦軍に入隊し、1971年9月30日に順庄の地位で退役した。ベルリンのドイツ連邦空軍博物館に 展示されている機体は、グスタフ・レーデル隊員が1942年11月の第27戦闘航空団第2飛行隊の飛行隊長時代に登場していたオン号機を再現している。この時点で、レーデルは56機の撃墜を記録していた。映画、空軍大戦略の撮影後にスペインは、使用されたイスパの8112部長を第2戦闘航空団、 リヒト方編の塗装の状態のままでドイツ連邦空軍博物館に寄贈した。1988年にオリジナルの BF-109G- にも状態への復元作業が始まったが、破110にはドイツの機体に英国のエンジンを搭載していたのでこの作業はそれほど困難なものではなかった。ありがとうございます。